オスカーの事務所ねお笑い部門がなくなっちゃってしょうがないんですけどオスカーのお笑い部門がなくなって芸人さんたちはみんな知事になっていくというかスカウトライブみたいなのがあってオスカーの芸人さん今後事務所どっか入るためのライブみたいなので各事務所のマネージャーがそのアルバ見に行ってたらしいんですよ。で、うちかかからも当然誰中西さんとね行ってて でマセキからはまあこの人がとか、うん、まあ僕らもよく知ってるようなマネージャーがこう見に行ってああまあチーフマネージャー的な人とかがねあああの見に行ってるんですけどああサンミュージックがあの聖和さんんが言ってたんですよ <laughs> <laughs> エルシャラカハニーのね。もう せいわさんって今もうスカウト業務もしてて実際ねまあネタ見せとかもやるネタ見せとかもねもう本当にブッチャーさんみたいな感じなんだよ完全にリッキーさんになろうとしてるんですよねどっちかっていうと社長になるっていうまあ後にはねでも今はネタ見せしたりとかちょっとブッチャーさんだから両方ブッチャーブラザーズなんですよねそう一人ブうそ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 う ら僕ら正直ブッチャーさんとかリッキーさんでそれほどこう面識がないで、ええ、でもでまあこういうことだったんだろうなっていう感じですよね、ええええ、でスカウト <laughs> しに行ってたり、ええ、本当にに清和さんが面白いと思えばサンミュージック入れるというか、はい、なんかそんぐらいの感じなんで、ええ、で各だって事務所のマネージャー来て何か清和さんが見てるわけですからね、ええ、で今日ちょうどこの後、ええ、大学生のお笑いイベントの我々 MC で呼んでいただいててこの後行くんですけど。はい ちょっとセイワさんに会ったその話しんんすよさオスカーのやつスカウトライブ行ってたらしいじゃないですかってそれは俺が行かなあかんやろみたいななんと思ったけど行ってて今度大学生のスカウトみたいなライブイベントありますよ僕ら MC やらせてもらうんですけど聞いてへんってなって「絶対俺が行かなあかん」って言ってたから多分今日来てますよなんか名簿見てたってうちのマネージャーに聞いたらサンミュージックセイワさんになってなかったけど一応伝えといたら多分来るな。 あ来るそれはそうでしょ、瀬尾さんもやっぱり来たけど、ね、これからの若いやつ取った方がええやろみたいな、ベテラン取リよりは当然、若い人取った方がいいわけですから、<ー>それで多分来てるな、スカウト業務もあるんで。あでブ、ブッチャーさんから今度、リッキーさんに移行していって、社長になるって。って言ってんで シローさんはどうするんだっていう話になってましたシローさんは野球やってますから、ブッチャーさんになりうる可能性は草野球の、草野球のブッチャーさんのチームにいるだけで、違うんだよ、ブッチャーブラザーズのこと、なんだと思ってんだうポジショニングだけで、どっちかになるとかじゃないから、じゃないんですかじゃないんだよ、確かにシローさんは、ブッチャーさんのエラーモノマネとかありますもんね、昔よくやってたら、やってましたね。 クリカンパターンでブッチャーさんになるんでロ郎さんが襲名してねいやいやまあまあ四郎さんはいろいろバイトもすごいしてますしね20年同じとこで <laughs> すごいよなあれもな やってますからでももしかしたらちょっと潰れちゃうかもっていう危機感を抱きながらやってますからここからどうするんだって資郎さんはやっぱ20年勤めたたとこ,こが急になくなったら大変ですから、ね、そうですよね違うとこで急に50近い,いおじさん今更ねなかなかね自分が経営者だったら雇いたくないですし、ね、雇いたくないですねなんでちょっとね困るかもしれないですけど、えー、まあ清和さんはだからそういう意味ではそういう活動を始めてます。 すごいなすごいだから見てるでしょよくその見てるいろんな若手でライブ一緒になっても活、うん、目してるでしょ活目してる舞,台舞台袖で活目して活目しすぎてこっちのネタ合わせとかまでこうなんかすごい見てくる時ありますねネタ合わせを見るようになっとるなそれは見なくていいだろうっていうところまで見てきますね、うん、あとちょっと出とる時あるから活 <laughs> 目しすぎて、ね、<laughs> 舞台にちょっと出と出る,時る <laughs> 出るんだよなちょっと出るやついるんだよな、うん おるおるあのともしげさんとかあと奥村君奥村君出るわあれ僕に怒られたくないシーンで出てきてんだよお前ネタ見てなかっただろって言われるのが嫌で見てますよアピールがしたいがゆえに絶対そうなんだよそういうやつなんだよあいつは。

学生ライブとかスカウトライブとかにはせいさんいると思いますんでそれはまあ普通にスカウトとして行ってますしサンミュージックに入りたい人がいたらせいさんにねアピールする方がいいかもしれないですねあとはそのなんていうんですかこういう若手発掘系ライブありますよっていうのはせ和さんに教えてあげた方がいいかもしれないですねせ和さんも今探してるみたいなんで多分今日勝手に来るんじゃないおそらく <laughs>。 勝手にサンミュージック背負ってくる可能性ありますからねマネージャーさんマネージャーさんでいるんでしょうけどイ和さんがもう見るらしいんでこっちも気を使いますけどすごいですよそういうことになりますよあの位置まで上り詰めたのもすごいそうですよねネタ見せとかもやってますし現役でネタもガンガンやってますからね誰よりも早いテンポでやってますからそうそうなんでそういうのもいいんじゃないそっちの方が信頼できるって信頼できますからねトップランカーにスカウトされたりネタ見てもらう方うが良かったりもしますからねそうね現役でやってるからね なんでで今日この後多分いるしょうねおそらく誰かスカウトしてるかもしれません「タイタン」と争奪戦とかになってるかもしれません中西さんと清和さんが取り合いになる可能性もありますからねちょっと見てみましょうそろそろ名刺持ち出すだろ清和さんもありそうですね「清和」って書いてあるのあるかもしれないですね平日毎日口を更新していますウエストランド井口の「チー